さて、さっきはお遊びはこれぐらいにしようや。ということでですね、ちょっとバトルはね、てか、あと本当に時間ねえじゃん。バトルコンテンツを、まあ、ちょっと触れとこうかなと。まあ、多分、まあ、前世紀ほど強くないというか、前世紀もそんな強くない。このドラクエ10のシステムは、シオがログインしちゃったー。やべえ、あいつ来る。あいつね、来るぞ、やばいぞ。あいつやばい、来る。あれチラログインしてんじゃんって言ってね、こっちにね、走ってくるアンナの存在だからあいつも。あいつもね、ちょっとにアンナ気味なんかあるからな、怖いな。隠れよ。さあ、独立マップである試練のもう、いよいよバトルコンテンツですか。君たちのポーズがさ、揃えも揃ってなんかすごいことになってんな。アンナなんていつもウキウキしてんのに。ちょ、せっかくだからこれ撮っとこうぜ。うん。ここは絶対ね、しゅうちゃんここには来れないから。さて、じゃあ、久しぶりだな、バトル。俺、どこ行ったっけ。俺、何が出てくるか、適当に押したから分かんねえぞ。マジで久しぶりなんだよな。どうやってやんだっけ、このゲーム。ちゃんこ優秀なんで、ヤマタノオロチ。あれ、これ結構強いやつじゃなかったっけ。ああ、鬼コンゾいる。鬼コンゾいる。鬼コンボいいんじゃん。鬼コンボいいんじゃん。じゃあ、たまに勝負だ。地頭で勝負すると、痛えよ痛えよ痛えよ。なんでこんな食らうんだ。あ、必殺来てる。え、強化ガチャッと、えぐさい。え、のひちゃん攻撃上がってるね。オッケー、オッケー、のひちゃん攻撃上がってるの大丈夫だ。さあ、地頭で勝負しようや。レボル打てない。レボル打てない。何も打てない。どうすりゃいいのこれ。ちょ、 Y ボタンで武器切り替えで、ガジェットが出てる間に強めの攻撃を、なんでそれ当たってんの。よっしゃ、ダークレスちょっと撃つぞ。いけー、おらー。おー、1800点だもんな、このゲーム。このゲームダメージームですげえからな。強い強い。というかね、これ仲間の与えてるダメージが強いもん。仲間の与えてるダメージが強い。やめてよ、鬼コンボ、そういうことすんの。俺たち友達だろ。衝撃波。ちょっと待って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 、痛い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 。やめて。よし。で、自分の攻撃も上げたいな。ノヒ、ヤマタノオロチを倒した。ノヒちゃん、さすがノヒちゃんだ。やめてよ、縦ガード、いくぜー。よう出るな、必殺強化ずっと。一体何が起こってんだ、ガチンガチン。あ、俺今度終わっちゃう。ちょ待って、俺もなんかやりたいっす。俺もなんかやりたいっす。レボル抑えさ、ほい、わあ、ゆら。仲間が強い。さあ、せっかくなんでプラチナキングもやっときましょうや。これみんな大好きなんだよね。なんか、集荷ってやつね。これ今やってんのは、試練の門である集荷ってやつなんですよ。毎週更新される、まあ、要するにね、オンラインゲーム特有の日課的なやつですよね。例えばゴールドがもらえたりとか、週にまとまった経験値がもらえたりとかね、そういった集荷になってます、これは要は。私は今、集荷をやっております。久しぶりの上に集荷とは何事かと。何をしているんだ、私は。戦うにはちょうどいいからね、すぐなんか戦えるとしてはちょうどいい場所ではあるんだけどね。さあ、ゆらちゃんがね、もうなんかね、ちょっと速すぎてついてきねえよ、やっぱスピード。戦闘スピードが速いんだよな。でも回復はね、こうやってアリサがしてくれてんじゃん。デフマラちょこちょこ教えてくれてんだよね。ゆら死んだよ。ゆら、いいね。よし、バイキ切れてたでしょ。よしよし、大丈夫大丈夫、倒せるよ。一瞬どうしようかと思ったけどね、二人死んでた時に。オッケー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 、マジでボコボコにするぞ。よし、あと一体だ。ノヒーちゃん。お前ノヒーばっかだな、強えノヒーって。さあ、ここに来たのはですね、ここにはモンスター格闘場って言って、先ほどまで僕が操作しているのはアンラじゃないですか。代わりに、さっきノッヒーいたじゃないですか。ノッヒーとかを、モンスターを操作して、戦うことができるっていう、もうエイトのね、バトルロードをね、完全に再現した。ちょっと待って、眠くなってきた。エイトのバトルロードを自分で操作できるっていうコンテンツです。まあ、これやりたいなって思ったんですよ。これやろう。さあ、久しぶりにやろうよ。服の神だった。適当に選択して、これなんだろうなと思ったら、服の神じゃねえかよ。さあ、ノヒを操作してね、今から戦うわけですけども。こう、魔物がね、こう、実際にこれで動かせて、ジャンプもできて、で、魔物の技を自分で選択できる。つまり、一番強いこの、真マヘド斬りをね、いくらでも打てるぞ。ダブルでお届け。
ダブルでも届け全部武器が集めてる。ちょっとこれだとあまり味気ないな。さあ今度こそね、おおいいね、おいいね、相手にとって不足はね、ロックオンから入って、ロックオンから入って次防御バリアしてドラゴンキン、ドラゴンキンマヒャド、ドラゴンキンマヒャドね、次は防御バリア入って、さあ殴りに行こうよ、行くぜ新マヒャド切りをね、一番強い新マヒャドを、えい、ダブルで打てと、ダブルでお届け、いいね一番強い新マヒャド、ちょ、何も言うてない、おお、バズーとアクデン、パンドラボックスって何？パンドラボックスって何？アクデン、さっきはよく待ってくれたの。おい、さっきよくもやってくれたの、バトルだの。おー、ボーイ。勝負や、あアクデンも。俺はまず準備から入るぜ。行くぜ！うい、新マヘドギルをダブルでお届け！いやー、強い、もうこれこれ。えい、新マヘドギルをダブルでお届け！強いなぁ、やっぱ。新マヘドギルを連打するだけでこんなに強いとは。ダブルで生きると。ダブルで打てると。おいしょよ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 いしょ。いいね、ダブルで打てると。クラマンクラマン。マヘドギルをダブルで打てると。ダブルでお届け。強いなぁ。よい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 よ、クリムゾンレプリカだ、キラークリムゾンじゃん。こんなん出てくんの、バトルロード。いやでもいいんじゃないの、いてつくマダン、なになになに、いてつくマダンって、あでもなんか受けたっぽいね。よっしゃ、こいつ絶対強いじゃないの、大丈夫かな、後ろから行こう、ブラストビーム、同じキラーマシンとして仲良くしようや、守備力下げて、わ強っ、あポロン大丈夫、見かわされた、やばいこいつ強いぞ、でも大丈夫、新マヘドキリオダブルでお届け。新番組、ギギギギギギ。なに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 、なんか、殲滅モードに移行した。やばいやばいやばい。なんか強そうなもんしてるぞ。よっしゃ。大丈夫だ。行こう。なんか、陣張ってある。効率化した。これ強い。この効率化したが強いんだよな。ほんとに。もうずっとハメモードだもん。急な信号。あ、なんか、タイプ G の、タイプ G が出てきたぞ。いや、これは親玉仕留めれるよ。親玉、新馬ひろきろ、ダブルでお届け。はい。お、全然あいつ動けない。強いなマジかよ、こいつら。いやー、戻ってきたね。もう本当に、もう時間ないからさ、キッズタイム終わっちゃうからさ。やだ、久しぶりに登録の手にあったわ。ね。まあまあ仕事が忙しすぎて、仮に1000を配信したとしてですよ、したとして月4回なんですよ、できたとして。で月4回、これゲームって利用券を買わないといけないんですよ。1ヶ月の利用券買って4回しかプレイしないっていうのはあまりにもそのねひどいというかあまりにもね、黒ブレよりはマシだけど、黒ブレみたいなちょっと金の使い方の無駄なんで。ね。まあ。あとはまあ、個人的に、ちょっとした理由がいろいろあってね。まあ、休止という形で、まあ、ストーリーもするわけでもなく、今日はね、ちょっともう本当に、触るだけ。触るだけじゃん。もう、プソと一緒。プソと一緒。あ、そうそう、あんな。ごめん。一月見に渡し忘れてたわ。冠がつきました。これも実はと、手に入れたんですよ、福引きで。たださ、あんなに、冠は、似合わねえな。やっぱ鼻つけとこう。そういや、今日放送の時鼻つけて、放送じゃねえ。撮ってる時つけてなかったけどさ、鼻。ね。これでつけて、まあしばらくまたね。またしばらく、会わないと思うけど。じゃあ、手振ってもらおうかな。ああ、いいね、アンラ。じゃあね、取って。じゃあまあ、しばらくね、また、やらないと思いますけど。もう言ってんじゃん。
やりたいなーって思ったりモチベがあったりなんか誰かからやろうぜって強い誘いがない限りはやらないっすこれは。ちょっと触るぐらいでいいやじゃあまたね、またね、またね、あら、あら。またね、ピラク。